後で。本日は貸し切りなのでお帰りください。今日も随分と暇そうですね。席はあのカウンターから見て右手、壁際のテーブルでお願いします。よりによってこのダイナーかよ。くそ、せっかく相良先輩言いくるめて今日からシフト復帰したのに、初日からいきなり客とか、しかも新庄のやつ長居するからってだよ。最悪だ。白波蓮さん、注文をお願いします。はいはい。コーヒーを3つ、私はブラックで、あなた方はどうされますか？ああ、じゃあ俺はコールドブリューオーツミルクで。そんなもん置いてないっす。じゃあカフェオレで。あ、特待生ちゃんは？つーか先輩、こんなとこでサボってていいんすか？相良のやつまっすぐ牧場行かないと探しに来るんで、気をつけた方がいいっすよ。こちら、私の名刺です。なんだっけ、それ。聞いたことある気がする。パラリーガルをご存じないと。どんな生き方をすれば、そこまで世間知らずでいられるのですか？おい、そんな言い方ねえだろ。パラリーガルとは、弁護士の指示監督のもと、法律に関する事務を行い、弁護士の業務をサポートする専門アシスタントのことです。今はそれで、あなた方のご相談とは？失礼。事件概要が記録された資料はお持ちで？特待生ちゃん、それ見せちゃって大丈夫なの？弁護士法第23条、弁護士または弁護士であった者はその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。私がクライアントから知り得た情報を外に漏らすことはありませんので、ご安心を。クライアントでは拝見します。答えは簡単です。この事件の犯人は、シノストラ寮長、星神大我です。そう思うのも無理ないけどさ。根拠はこうです。被害者の7人は日頃からシノストラに出入りしていたとのことですが、確実にカジノの客でしょう。カジノの創設者兼オーナーは寮長の星神大我、副寮長のロミオ・スコーピウス・ルッチは共同経営者ではありますが、彼はシロです。なんででそう言い切れんだよ。過去に星神大河が起こした残虐な事件の数々は調べれば調べるほどに信憑性が高い。すると当然再犯の可能性も高くなります。その点ロミオ・スコーピウス・ルッチにはそういった前科が一切ありません。えっ、あんだろ絶対。てか俺被害者の会代表だぞ。あなた方の紛糾や事情はともかく、残念ながら彼に前科の記録は残っていません。おかしいだろそれ。彼が異常者であることには同意しますが、今回の事件とは無関係です。さらにこの調査指令書に示された被害者の中の一人と星神大河が接触していた記録があります。こちらの録音データをご確認ください。すいません、許してください。金は必ず払いますから。お前嘘つきだな。わかるぞ。だって人の金で遊ぶの楽しいもんな。おいら羨ましすぎてこのままお前のことぶち殺しちまいそうだわ。それだけは勘弁してくれ。誰か助けて。おいおい追いかけっこか。この船からそう簡単に降りられるわけねえだろ。録音データは以上です。怖今のって学園内での話なんだよな。ええ、シノストラの寮舎内です。この時の写真がこちら。被害者のデータと顔形も一致します。さしずめ殺した後に臓器でも売って被害者の返済分に充てたのでしょう。そんな露骨に殺人の証拠を残してるとか普通にありえないっしょ。だよね。それにさ、たかが借金で殺人なんてする？ま、デメリットの方が多いっすよね。この監視社会じゃ証拠残りまくりだし、つうか他のお客様のご迷惑になるんでさっさと席座ってくんない？あなた方はまるで分かっていない。ツッコミぐらい入れろよ。はい、こちらお飲み物3つっす。星神大河の犯行にはそれを上回るメリットがあるのです。他寮の生徒が減る、すなわち任務をこなす人員が減れば、比例してその量が栄冠賞を手に入れるチャンスも減るということです。星神大河は他寮の実績作りを足止めし、我がシノストラが栄冠賞を得る可能性を残したかったと考えるのが自然かと。出たよ名探偵新庄君。ま、せいぜい頑張って。私は弁護士志望と何度も言っているでしょう。本当に彼は物覚えが悪い。いやいや、栄冠賞が動機ってそれはさすがにありえなくない？だいたいあの悪の権化みたいな星神先輩にあんな正統派なステータス似合わねえだろ。あなたそんなことも知らないんですか？生ちゃんは最近急に呪われたせいでこの学園に。あなたこの日本屈指の名門校に仕方なく入学したというのですか？信じられません。しかも栄冠賞の存在すら知らないなどもってのほか。もういいよ、分かった、俺が説明するから。謝らないで、特待生ちゃんは全然悪くないから。栄冠賞っていうのはさ、ガーラの時に。あなた栄冠賞を知らないということは、まさかガーラのこともご存じないのでは？お前さ、俺の話いちいち遮り。ダークウィックアカデミーでは1年生から3年生までをひと括りに、学園にて基礎学習を履修することが必須。これが4年生になると、機関が管理する学外施設での実地活動に重きを置いた特別な教育プログラムに移行するのです。あの理事長、そんなことも説明してなかったの？